導入してからはダイニングの掃除、見ずに任せてる間に次の作業に移れるので、その分20分、30分、40分場所によって違いますけども業務効率は上がってると思います。はい、そうですね。全体的にたくさんの範囲の掃除を自由に、こちらで設定できて効率よく運用ができるようになってきましたし、あと、スタッフに関してもやっぱり清掃業務っていう部分で負荷がかかっている部分っていうのもありましたけれども、清掃ロボットに、お願いしている場所をスタッフがやらなくていいっていうだけでですね、他のところに業務を回せたりというようなところでかなり効率よくなってきているイメージは持っております。そうですね、弊社の場合は大体毎日200分近く、稼働させていただいてまして、主にチェックアウトの10時前後からダイニングの、全フロアの清掃を、清掃ロボットにやっていただいてます。でそこが終われば、お昼の時間帯で、ラウンジですね、ラウンジを、大体50分ぐらいで、その後、客室の廊下、あと大浴場周りの廊下等々全ての廊下1階から3階、全て回らせてもらって、だいたい200分ぐらい稼働させていただいているような状況ですね。はい、正直すごく簡単で、ボタン一つでいますので、本当に、年配のスタッフも、若いスタッフも、弊害なく使ってくれてますので、そういった意味ではすごく助かってます。よろしくお願いします。